熊本県の南、九州新幹線新水俣から出水、肥薩オレンジ鉄道水俣から袋、その間にある新幹線をまたぐ歩道橋です。この場所ではこのように九州新幹線はもちろん、すぐ隣に肥薩オレンジ鉄道線も走っており、さまざまな列車を撮影することができます。次にこの場所への行き方を説明します。この場所の最寄り駅は肥薩オレンジ鉄道の袋駅です。袋駅を出たらすぐ近くにある国道3号線を北上します。そして少しするとこのような場所があります。この近くには南国交通の南袋バス停があります。そこにこのような道があるので3号線から右折します。ちなみにここからの道は少し狭いので車はあまりおすすめできません。その道を進み、畑などの横を通った後、右手に歩道橋が見えると思います。そこが今回紹介した歩道橋です。そして先ほどの道からその歩道橋の麓まで行く道があるので、そこを通ると着きます。一つ注意点があり、先ほどの道から歩道橋へはオレンジ鉄道の第4種踏切を渡る必要があり、渡る際には十分注意してから渡ってください。次に車で向かう場合のルートを説明します。袋駅から国道3号線を北上した後袋駐在所、ダイハツのお店が近くにある押しボタン式信号があります。その押しボタン式信号の手前に右に曲がる道があるので、3号線から右折してその道を進みます。そして少しするとオレンジ鉄道の鉄橋、九州新幹線の高架をくぐります。その後その道を少し進むとこのような場所に着きます。そしてその場所にこのように上に向かう道があります。その道もそこそこ狭いので曲がる時などは注意してください。そしてその道を少し登ると歩道橋に着きます。ちなみに奥まで車を進めてしまうと U ターンができなくなり、バックでできるとこまで戻らないといけないので気をつけてください。ちなみにここで曲がって入るのが難しいという人は、袋駅近くの押しボタン式信号の手前で右折し、このような看板があったらそこを左折し、そのまま道なりに進むと先ほどの場所に着きます。以上でおすすめ撮り鉄スポット紹介を終わります。質問などありましたらコメント欄に記入してください。今回もご視聴ありがとうございました。